てかご飯行ってました。ああ、メール書きます。メールを書きます。あ、喋んないやつだよね。あー、ちょっとメール書きます。声に出しちゃいそう。待って、本当にさっきではないけど、そう、さっき帰ってきたばっかり。いや、なんでこんなに時間経ってる、なんでこんなに時間経ってるんだろうって思ったら、あの、私のちょっとあの20分ほど早めてる時を見ていたので、え、さっき帰ってきたのにこんな時間経ってるって思ったら、あの時間が違いました。25分ぐらいになってる。なんか声が枯れちゃいました。そう、20分も早めてます。地元、他にやばい。むずいな。ほんとちょっと待ってくださいね。メールの時だけほんと喋れない。やばい、生活音が。そう、メール音読しちゃう。キャー、あ、毛布あるじゃん。毛布かけよう。
なんか分かんなくなってきた。メール書けない。あー違う。みんなって幼馴染どれくらいいる？一回メールって10時30分に集合するね。本当にそれがいい気がしてきたねえ、10時にするのが間違いでした。なんか10時半にした方が良かった気がする。ね、ちょっと集中でちょっと集中したら無言になっ集中したら配信が切れてしまうかもしれない。ああ、ちなみに今日は来ていた。本当にもう一回集まるちょっと一回ちょっと私が10時半にすればよかった。こんなに集中できないもんだと思わなかった。カメリアタイムなら話せるんだけど、全然ポチポチするだけだから、ちょっとちょっとメールが書けない。ちょっと私のミス、本当に申し訳ないから、10時半に集合でも良いですか。すいません、わがままで、わがままですいません。いや、そんなに大した内容でもないんですけど、私のメールは本当にちょっと
まあリング回せる方はまだ13分なので回していただいて、ちょっとすいません、すいません、本当に本当にすみません。ちょうどリング回せる、ごめんね、ちょっと行ってくる、じゃ一旦行ってくるね、ありがとう。そう、時間が過ぎたらね、ちょっと商人で帰ってきてしまうので、明日の朝とかに送っときます、送っときます。博多ミンマックス買ってきたって、私も買ってきた。よし、じゃあちょっと、あ、こちら戻ってきても作業配信になるのですが、よし、じゃあこれからラビリンスをやっていきたいと思います。いきます。何時までやろう、2回やろうかな、リング2回。私あのあれなんですよ、明日朝から撮影で、でしかもアイヤさんの撮影だから多分長いんですね。そうですね、だからちょうどカメラタイムが全くできなくって、あー戻ってきました、最後の1通は、戻ってきましたので2通多分送られてくると思います。そうですね、ちょうどかぶっちゃっててできないんですよ、あんまり。そうだね、ちょうどかぶってる、全部かぶってる、ちょうどかぶってる、3時ぐらいまでだから、そうだね、だからそう今日しかできないんですよ。そうめっちゃかぶってるから、もう今日でも早く寝ないと明日起きれないから、もう全然やる時間がない、全然やる時間がない。とりあえずリングを回します。はあ、最後の最後でなんとかぶってしまうという、しかもアイヤさんの撮影という、このハンマーも使っとこう、ハンマーずっとさ、ハンマーで奥義いらんて、絶対いらんやん、ハンマー1個で倒せるからいらんやんみんな私の分も頑張ってください、みんなに託しました。いや、最後の1回とかにさ奥義が出ますよね。今日も電車でやってたんですけど、話すときにさすがにちょっとラビリンスするねとは言えないじゃん、さすがにね。ご飯食べてるときにちょっと、ちょっと今カミレータイムだからとか言えないからできなくて、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃちゃんちゃん、皆さんもぜひ協力してくださると嬉しいです。はい、雑談、なんか雑談しよう、なんだろう、なんだろうな、最近寝れてなくて、おばあちゃんなの私は。最近なんか寝つけはするんですけど、すぐ起きちゃうんですよ。なんか寝てる気がしないというか、なんかすぐ起きちゃって、なんか休みの日だったらもう私すごい寝る人なんですね。ロングスリーパーって言うんですかね、
て、そうロングスリーパーで、もう寝るときは14時間ぐらいを本当3日連続とかぐらいで寝るんですね。私本当にそれぐらい目が痛いな。なんかあのすごい寝ないと回復しない人で、そうなのに最近はそうだね6時間ぐらいで全然寝れるのに、全然この後も寝る時間あるよっていう時にもかかわらずなんか6時間ぐらいしか寝れなかったりするんですよ。それはあれですかね、動いてないから。いや動いてるんですね、動いてるんですねとか言って、そうだからなんでだろうっていうあれです、悩み、なんでだろうね。なんかあれなんですよ。あ、いいねその帯。眠いんです、全然眠いんです、でも起きちゃうんです。なんでだろう、なんかさ花粉の薬ってさ起きちゃうみたいな作用ある、ワンちゃん。なんかちょっと寝つけないっていうか、ちょっとあまり寝れないかもみたいな入ってたりするのかな。ない、それは。え、逆？寝ちゃう？なんでだろう。アレジオンを飲んでいるんですけれども。そうです。え、思ったんだけどさ、今雷タイム中じゃないですか。この配信って邪魔？ワンちゃん。みんな集中できない？なんか。そう、え。あ、エリアクリア。みんな2つの端末とかでやってる感じ？邪魔かな、この配信。そういう時は深く眠ろうと、眠る時に大きく息を吸ってゆっくり吐いてを繰り返して寝てます。あれかも、スマホとかいじってるからかもしれない。ブルーライトがあまり、なんかあれですよね、ブルーライトって眠りが浅くなるみたい、眠りの質が浅くなるって言いますよね。それかもしれない、それかもしれない、ブルーライトだ。でもなんか私本当にすっごい眠れない時があって、その時はなんか眠れる音楽みたいな、眠れるなんか森の音みたいなのを聞きながら、なんかあれですって、自分が船に乗って浮いてるみたいな、浮いてる感覚を想像して体の力を抜いてみたいなのを参考にして、もう自分が船、あ、やっと象出た、なんか象出にくいな、象が一番効率いいのに、なんかのをその浮いている感覚を想像して力を抜いてリラックスするみたいな、あー間違えたボタンがいいらしいんですけど、なんかそれをやってもあの4時間ぐらい寝れなくって、なんか逆にそう意識しちゃうとなんか寝なきゃ寝なきゃみたいな、こうしたら寝れる、こうしたら寝れるみたいなのを意識したらするほど眠れなくって全然。で逆に YouTube
とか、いや多分寝れない時、私が寝れない時って次の日なんか朝早い仕事とかがあったりしたら起きなきゃ起きなきゃと思って寝れないんですよ、逆に。本当に、あと今日はたくさん寝れるから、なんだろう、あ、じゃあそれだと全部寝れないか、なんかたくさん寝なきゃとか思っちゃうのかな、わかんないけど、なんかなんとかしなきゃって思うと全然寝れなくて。何の話してた？そうだから逆にYouTube とかでなんかゲーム実況とかさ、そういうのを見ると本当に5分ぐらいで寝れちゃうんです。だからなんかリラックスが大切なんだなって。もうなんかリラックスしましょうって言われるとリラックスできませんよね。なんか逆にそんなリラックスしましょうとかじゃなくて、自分の好きなさものとかさ、アニメとかさ、すごいレベルアップしたから全部回復した。ちょっと待ってね。でもさ、なんかリラックスしましょうって言われるよりさ、いや自分が本当にリラックスできるものを見た方が、ブルーライトは目には良くないかもしれないけど、そっちの方が眠りにつきやすいのかもしれない。本当に寝れないんですよね。眠れる音楽って私もうなんか5曲ぐらい聴いたのに全然寝れなかった。なんか4時間耐久みたいなやつとか。なんで？寝ることは考えずに横になって休むぐらいの軽い気持ちがいいよ。横になって休むとしたら見るのは YouTube。 ほら YouTube 依存症だと思う私。本当に無心ってさ、無心難しいですね。なんかもうぼーっとするのが一番、なんかぼーっとしたら悩み事って考え事しちゃわない？ぼーっとしたらなんかうんみたいな考え事しちゃう。実況系はね、寝やすいですね。すごい、もう一瞬で寝る。うるさいじゃないですか、結構。うるさいっていうか、音が大きいじゃないですか、結構。効果音とか、ピコーンとか、ワワーンみたいな。あと、ゲームの音プラス、声プラス、あ、奥義出た。おー。プラス、効果音みたいな。多分、なんかまあ、音が結構、わちゃわちゃなっているはずなのに、そっちの方がなんか何も考えずに寝れたりしますよね。しますよねとかで寝れます。呼吸に集中する。あ、それやったことある。なんか8秒ぐらい、わかんないけど、これ適当なんですけど、8秒ぐらい息を吸って、4秒で息を吸って何秒、8秒の間で吐くみたいな。そうすると眠りの質が良くなるみたいなやつやったことある。2回3回ぐらいで、ね、一生眠れん。ああいうの意識するほど眠れなくなるみたいな。ずっとやってるとなんかずっとやってるのに本当に眠れなくなる。逆になんかプレッシャー感じるなぜ？そう、寝ましょうっていう圧に負けちゃう私。
なんかあれですよね、もう今日寝なくていいやみたいな、もういいオールデイいいですって言った振り切った瞬間寝るよね。あれなん何あ、奥義出た。え、めっちゃいい奥義出るじゃん。いいね、君。君いいね。そう、私はあくびが出た。私の配信寝れるってよく言われる。それ、あ、じゃあそれはリラックスできてるってこと？みんながなんかずっとなんか全然嬉しくないって思ってたんですよ。だってそれは暇ってことって思って、なんか面白くない、つまらなくてすぐなんか寝ちゃうっていうことなのかなって思ってたっていうか、今ちょっとだけ、今もちょっとだけ思ってるけど、それはリラックスできてるってことなのかなっていうのもちょっと出てきた。象が出ました。象ずっと出ればいいのに。めっちゃん、癒し効果、癒し効果なんてないですよ。もうなんかねえ、ちょっと待って、今いいところです。え、これは何回で倒すべき、ちょっと微妙なところではあります。微妙なところではあります。もし仮にそうだとしたら、そもそも見ないと思いますよ。確かに、なんかあれだよね、竹本くれの配信を1時間見たら給料どれくらい与えようとかないですもんね。確かに見てくれてるっていうことは、まあちょっとは、面白くないわけではないっていうこと。ねえ、ちっちゃけちゃ、やばい、終わった、リングが終わりました、リング終わった。もう一回やろうかな、なんか歌おうかな。一旦休憩。あ、待って、そういえば私ずっとあれしてないかも。うわ、コーネルじゃない、え、魔人終了した。じゃあ大丈夫だ、そうだった、終了したんだった。私最後倒すったよね、どうしようかな、どうだったっけ、いや多分倒してた。え、ちょっと待って、不安になってきたよ。あ、倒せてましたこれ。すごい。ねえ、めっちゃ面白い。なんかさ、私の魔人が、私チームに入れなくって、皆さんが作ってるチームとかに入れなくって、そう、メンバー同士で作らないとダメなんですけど、
まあ、今回は作ってなくて、その他の方にお願いしてるんですね。でその他の方が結構頑張ってくれたりするんですけど、昨日のやつがちょっとその他の方があまりちょっと多分動かしてないのかな、わかんないんですけど、2人私ともう一人のこれ昨日の配信も言ったんですけど、私ともう一人の人しかダメージを与えてなくて、でも夜ってか、そう夜だったから、そう配信がね夜だったから、まあしょうがないかみたいな、まだ起きてないのかなって思ってたんです。そうで、その起きたらちょっとボーナスってかかからないじゃないですか、1回はかからないから、その方々がやってくれたらいい感じに倒せるかなって思って、6回そのもう一人のあの助っ人の方と私しかダメージ与えてなくて、で6回ぐらいやったんですね。でもう半分ぐらいまで来てたのでいい感じになるかなって思って、ちょっと前回の結果を見てみたんですよ。そう、そしたら、その人が34回もダメージを与えてくれて、結局2人しかやってなくて、私とその人の34回もダメージを与えた、一生懸命倒してくれた。ちょっとみんな動かしてよ、その他の人はどうなったの？2人しかやってないんだけど。ねえ優しい。34回、あれ2人のゲームもしかして、34回も私の倒してくれた、優しい本当に。ねえどうした、ちょっとみんなびっくり、ちょっとその他の方が、だって結構応募しますよね、6人7人ぐらいに行くはずなんですけど、ちょっと10人かわかんないんですけど、ちょっとなんかあのなんかあげたくなりました、なんかケーキとか、今日ホワイトデーだし、ちょっとこの方にケーキを送りたくなった。優しい、一生懸命、やばい倒せてないって思ってさ、やってくれたんかな。優しいね。でもそう、私は MVP 取れるかなと思ってちょっと攻撃与えてたんですけど、まあダメでした。だけどもう倒してくれただけでありがたい、本当に。優しいですね。34回受ける、34回も、いやクルタの倒してあげなきゃと思ってやってくれたんかな。面白い、本当に優しいです、ありがとうございます。プレゼントをその方に、ケーキを、この配信見てるか分かんないけど、ケーキをプレゼント。そのさ、このその他って私のことを推しメンってやってる人に行く、それとももう関係なしに行くんですかね。それだと話は変わってきますよね。クルタン応援メンバーにしてる人、応援メンバーにしてる人なんだ、やっぱり同じ推しに行く。そうですよね、私を応援してるって。でも一瞬は私ん、そのイベントで選択してる人ですか、それともイベントをやってなくてもその推しメン登録にしてる人ですか、そういうこと。イベントでこの人推しますって最初に推したやつですか、最初のイベント参加の時の選択した人。あ、なるほど。じゃあ最初はイベント参加してくれてたみたい、多分その方々は。うん、ちょっとあれかも、
力尽きてしまってイベントをやめちゃったのかもしれない。その他で行った方々は。ですね。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかんちゃちゃんちゃん。34回もやってくれ。わかんない。あんまりコメントしない人なのかもしれない。まあね、いろんな人がいますから。だからもうコメントやっぱ34回もやる方だから。もうコメントする暇ないのかもしれん。多分一生懸命今もう多分配信を片手に持ちながら一生懸命ポチポチやってるのかもしれん。聞いてる。いた。いました。じゃあ名前は伏せるんですけれどもやってる。ちょっとまあコメントで見かけましたが、ありがとう。ケーキを出しとこう。ケーキは重いかちょっと持てないか。じゃクッキーでも。ありがとう。最後の最後までよろしくお願いします。配信気づかずにポチポチしてました。今日は嬉しいけど。みんな頑張ってくれてるのね。みんな本当この配信が邪魔かもしれん。ワンちゃんちょっとそろそろ終わろっかな。それともどうしましょうね。みんな集中したいかもしれん。どうですか。多分さコメントとか打ちたくなっちゃいますよね。ねえ、なんかみんな休憩時間にコメント打つぐらいで大丈夫ですよ。じゃあそろそろやろうかな。歌でも歌おうかしら。じゃあなんか私結構集中しちゃうんですよね。もうなんかってやっちゃう。本当？やっぱりみんなあれ？いい感じ？いい感じ？右手でラビンスして左でコメントしてから大丈夫。器用だね。すごく器用。いいな。私もそれやってみたい。結構さ、なんかボタンのさ場所を覚えちゃうと結構簡単ですよね。この体力見てこういう感じで。ね、結構ボタンの位置は同じだから結構ねできますよね。でも器用だ。目が疲れました。そりゃそう。だってさ2週間もしさあまりスマホいじらない方だとしたらさ2週間ですかね。もうさずっとさなんかねスマホを連続して見てくれてるっていうことですよね。だってもしかしたらそんなの優しすぎる。私はもう毎日 SNS とかでさずっと携帯見てるからなんともないですけど。あと8分で満タンになるって。お、ちょうどいいね。ちなみに私はもうそろそろもうメイク外してお風呂入って寝ないと明日絶対に寝坊するので。そうですね。どうしよう。本当に撮影一瞬で終わらせて、いつもね撮影のために自撮りとか TikTok とか撮るんですけど、本当にもう撮影本当に巻き巻きでやって、であれしようかな。ナビニス少しでもしたいな。4時までですよね。15時59分までだから、いやいけるいけるいける、全然いける。
人生でこんなにポチポチしたことない。わかる、私もそう思いました。よし、また一曲だけ歌って、じゃあもう一回15分やって私は終わります。ですね。ポーズ考えながら寝ればいける。よし、明日はこの服でこのポーズしてって。確かに、しかも明日は朝、朝なので一番最初のグループなんですよ私は。でも一番最初のグループに入ったということは、私は朝すごく顔がむくむ人なので、もう美女は終わっているということなんですね。でも、もう美女が終わっているという基準があるので、もうまあ漏れなくてももう良いという諦めが出ています。もう良い、もう漏れなくてもいい。皆さんはちょっと悲しんでしまうかもしれないけど、あれくるたちょっとビジュ悪くねっていう気持ちになっちゃうかもしれないけど、もう、 もういいっていう感じですね。すいません、一応頑張ってゴリゴリするけど、イコール負ける、そうですね、イコール巻き巻きで頑張らせていただきます。あね、睡眠ね取らなきゃ。眠い、眠いんだよね、眠いのに起きちゃうんだな。何にしますか。何歌いますか。高嶺のリンゴ、いいね。高嶺のリンゴにしよっかな。じゃあ行きます。ねえ、歌歌おうとしたら落ちました。ちょっとスマホが限界をきをね、ちょっと迎えていたみたい。スマホってか、はい、パッドが。一瞬落ちちゃった。アプリ落ちた。歌歌おうとしたら。よし、次こそは。あ、来た。びっくりした。でもたまに落ちるんですよ。最近なってなかっただけで。毎日配信してた時は結構頻繁に落ちてたから、連続で配信したらちょっと耐えきれないのかもしれない。iPad も。
ではどうでもいいなんて、自分に展開をするなよ。何かを競い合うことは想像力作るモチベーション、汗の分だけ美味しい。ありがとうございます。懐かしい。めっちゃ感想を R24 の時めっちゃ感想を本当に手こずって一生正解が分からなかったのを覚えている。じゃんじゃ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 じゃん。よし、じゃあもう一回15分だけポチポチしようかな。それとももうやめようかな。もう一回やめてどうしよう。お風呂沸かして、お風呂沸かしてくるかな。ちょっと迷いどころではあります。お風呂沸かしてこようかな。お風呂沸かして15分やろうかな。そしたら多分いい感じの時間になるはず。多分ね。お風呂沸かしてきます。ちょっと待っててください。ちょっと待っててください。え、何時に寝れるかな今日。ちょっと待っててください。オッケー。痛い痛い痛い。よし、これね、お風呂が沸けるであろう。最高最高最高。ムック版でオーラが話題になったけど、クルタンは見てもらったことあるないんです。それがそれだから見てもらいたくて、見てもらいたい。よし、じゃあ15分やります。え、多分いい感じの時間だと思う。よし、始めます。15分頑張れ。
いいの来い、奥義出ろ、ゾウ来い、奥義出ろ、ゾウ来い、頑張れ頑張れ。やばい、博多民がなくなりそう、買わなきゃ。頑張れ頑張れ。待って、博多民買っておけばよかった。なんでリングの前に買わなかったんだろう。30個ぐらいあると思ったんだけどな、15個しかなかった。ゾウ来いゾウ来いゾウ来い。ゾウが一番効率いいのに、多分私の計算によると。だから正しいとは分かりません。頑張れ頑張れ。ペガサスも嬉しいけど、ゾウが欲しい。オンライン握手会、あ、オンライン握手会の時の服は決めた？一着は決めました。一着は決めて、いやでもなんかその服をちょっと握手会、握手会じゃない、おしゃべり会に回すかも考えているから、まだ迷い中ですね。でもなんかその時がどれくらいの気温なのかちょっと分かんなくて、なんか昨日、なんか今日ちょっと喉枯れてて声低いです。なんか昨日撮影でね、外での撮影だったんですけど、春こないださあったかかったじゃん。あったかくて、で気温を見たんですね。で晴れだったんですよ。気温を見て晴れで、まあ、気温もちょっと低かったんですけど晴れだったから、これは嘘をついていると思って、なんか信じれなくて、この間も寒いと思って家出たらあったかかったから、これは嘘だって、あ、いい容疑です思って、ちょっと薄着でもう春だねっていう格好で行ったら、もう外の人みんなさ、ダウンとかコート着てさ、あったかいさ冬っぽい黒とかの格好してさ、すごい浮いててさ、あ、これはやってしまったって思って、ユニクロでダウンを買いました。そう、失敗したね、ダウン買っちゃったし。だからもう本当に気温がちょっと分からないので、いや普通の人だと分かると思うんですけど、ちょっと私は下手なので服装を決めるのが、まだその時の気温がどれくらいになるかは予想できないので、握手会は悩んでいます。そのね、着たいなって思う服はちょっと薄着なんですよ。だからどうしようかなと思ったけど、でもおしゃべり会がさ始まる時にはもう急にさ、すごい夏みたいにあったかくなってるかもしれないじゃん。そうしたらさ、そこまで行ったらちょっと暑い服なんですよ。だからちょっと微妙なんですよね。寒いし、みんな冬だし、私だけ春じゃんって思ってダウン買っちゃった。ちょっと同じような服装の人探したの、私と同じような人いないかなって。いやでもちょっと気にしすぎなだけで、私と同じようなちょっと薄着の格好してる人いないかなって探したの、全然いなかった。みんなもうコートとかさ、ダウンとか着て、あ、これはもうやってしまったって思ったよね。しかもこの後撮影だしさ、絶対風邪ひくじゃんって思ってダウン買いました。ちなみにラビンスのトップがクレタにしてるんだけど、デフォルトはホッペがね、なんかさ、一生さ、なんか一番最初の初期の画像から変わらないですよね。本当に顔違くてびっくりしちゃう。なんか自分の顔と思えないですもん。びっくりしちゃう。なんか
なんか幼いっていうか顔がなんか頬が、まあ今もだけど垂れてるっていうか頬が垂れてますよね。頬が垂れてなんか別人みたいですよね。なんか面白い自分でも。なんか子供を見なんかちっちゃい子供を見てるみたい。自分じゃないみたいです。結構変わりましたよね。ういういしい、わかる。ういういしいよね。しかもベレー帽のやつ漏れてなくていつも受けている。なんか顔がなんか苦笑いでみたいな。めっちゃおもろい。なんか自分がさ漏れてない時って本当に一番面白い。なんか漏れうわすごい漏れてないね あなたってなんか思う。あんた可愛くないねーって見ながら思ってしまう。あ、博多民があと午後になりました。ちょっと喉が本当にちょっと枯れている。いや枯れてるんじゃないんだこれ。で鼻もずっと鼻は枯れてるっていうか、なんか花粉症なんだろう。なんだ花粉症でさ鼻かむと一瞬で鼻声になる。あれなんなんだろう。鼻声になると喉も痛くなるし、いやしかもさ花粉症だと肌も荒れるってずっと言ってるんですけど本当に肌が荒れてしまうんですよ。やだ本当に。あクエストクリアって。激レアはいいよ、出てこなくていいよ。あ、ゾウ来た。君終わっていたよ。あ、それだ多分。寝てる間に口呼吸しちゃうんだ多分。鼻が詰まって無意識に寝てる間に口呼吸しちゃうのかな。って。それかな、起きた時に喉がもうガッサガサで。それだ、絶対今わかった。コメント欄見て分かりました。絶対にそれだ。だって朝起きたらとんでもなくもうなんか詰まってて、もう両方なんか鼻が存在しないぐらい、なんか鼻という機能が存在しないぐらい本当に鼻が詰まってて起きるんですよ。喉がすっごい痛くて多分それだ。クルタンメール結局1通しか来ないよ。あれじゃあえでもいや2通目は完全に間に合ってたのに。いや非承認になってるのかな、わかんないけど。3通送ったのに1通しか届かなかった。いえ最悪。2通来たよって。いや昼にも送ったんですよ。さっき送ったのが3通なんです。さっき3通送ったけど本当ついさっきのお話でも1通しか来てないっていうことはダメだ。だから4つ来てないといけない。っていうか4つそうですね一応送りましたけど2通しか来ていないっていうことは、あ博多見なくなりましたっていうことは遅れてないっていうことですね。ちょっと待ってチャージしないと。キャー生放送で課金。ちょっとさっきもチャージしたって。こんな生放送で課金。
にする人いるん。なんで残高が不足しています。あるじゃん残高あるじゃん。なんであるじゃん。ん？どうして？どうして？ねえちょっとリング中だって。はあ、もうこれ計画性のなさ出てます。ああねこれ一生さドック使った人見かけないんだけど、ドックで使った人いる？ああなるほどね。あーなるほどなるほど、そういうことね。じゃあということはこれでいいのか。ああなるほどね、これでいいか。じゃあはい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 、そういうことか。よし来ちゃう。頑張れ回せ。でもさ思います、このみんなはさ推しのためにさなんていうんですか頑張ってくれてるじゃないですか。多分私が推しだとしたら、あと普通にその友達の推しとかでも、まあそのちょっと頑張ってるから応援してくれようしようかなって思ってくださったりとかさしてる方とかはさ、そのまあ言ったらその自分じゃなくてその他人のために頑張ってくださってるってことじゃないですか。それって本当にありがたいことだなって改めてなんか思ったし、なんか私は自分のために頑張ってるから多分そのやる気も起きやすいと思うんですよ。でもさみんなはさなんか自分じゃないのにその頑張ってくれてるってさ、自分がやってさ改めてありがたいなって気づきますよね。本当にみんなってすごい。からなんか無駄にしたくないよ俺を。みんなが頑張ってくれてるのもね。もう博多ロスいいって。博多ロスは私無視してるんです、効率が悪いから。私の計算だけど、象をもう象一生来てお願いします。でもみんなさね、ゾウいいよね。ゾウいいよね。すいません集中すぎてゾウいいよねしか言葉が出てこないんだけど、ちょっと頑張って頑張って頑張って、僕のエール声を奏でながら君に奏でて叫んだよ、頑張れ頑張れ、ゴールを頑張れ
もう博多ロスはいいって。あなた何回出てくるの？ちょっとブロックとかできないんですかね。いや嫌いなわけじゃないの。でもちょっと一旦ブロックミュート、博多ロスミュート。SA 持ってないからゾウ出てこない。そうなんですよね。多分だからその SA の人、それ以外はゾウは多分ゾウ以外は出るんですけど、多分その限定みたいなものがあるから効率いいのかな多分。しかもさ、ゾウさ、ペガサスよりさ、ペガサスじゃないあれより楽、将軍より将軍の方が使うのに、ゾウの方がさポイントが高いって。ちょっと将軍欲張りすぎなんじゃないの。ちょっとちょっと、いやでもあれが怖いな。あのそのなんて言うんですか、そのユーザーのさボーナスポイントが怖いんですよ私は。ランキングといろいろあるじゃないですか。ランキングもあれば、あのボール球だっけのランキングもあるし、コーネル、コーネルはあれなのか、ないか分かんないけど、それのランキングの、あの普通の通常のランキングもあるじゃないですか。それが怖いですね私は。それのボーナスが入ってどうなるのかが一番怖いですね。そう、多分さ上位の人ってさ、なんかあれなんですよね、上位の人が固定だったらその人はたくさんもらってるじゃないですか。だからその人がワンチャンたくさんもらうかもしれないじゃないですか。そう、多分普通だったら散りばめられるのかもわかんないんですけど、私はなんかこの棒玉ごとにまた報酬があるからさ、この色の色ごとにか、この色は誰が1位でこの色は誰が1位でとかわかんない。私が見た時はそれがあったように見えたから、あもう切れてたリングは、もったいないことした。でもさまだ全然コード、あでも65か、とりあえず倒しとこう。これだからさ、そのなんて言うんですかね、そうですね、あのそれがもし一人の人にすごい行っちゃったら怖いですよね。うん、散りばめられなかったら怖いね。圧倒的な人がいたりねっていう話です。よし、一応リクエストしとこう。私お仕事とかに間に合わなかったら怖いからさ、リクエストしときます。竹本くるみこのベレー帽の写真一生苦笑いで面白いなんか面白い、何回見ても。よし、ゼロ枚になりました。オッケー、わー緊張と緊張で、まだアイテムが残ってるからまだしたいけど、とりあえずねお風呂がそろそろ、多分まだ沸けてないけど、沸けたかな、ちょっと音が聞こえないだけかも、あれなので。皆さん一緒に頑張りましょう。私はちょっと写真を撮影しているんですけど、皆さんに託します。私もちょっと寝る前までやろうかな
ていう感じで、リクエストは16日、そう、カミレアタイムが、明日の4時ぐらいに終わって、4時ぐらいってか3時59分に終わって、でもリクエストできるのはもうカミレアタイムはそれ以降はないんですけど、リクエストできるのは次の日の何時だっけ、何時だっけな、次の日のコメント待ち、次の日の教えてください、11時59分だった気がする、そう11時59分までとなりますので、その皆さんね、もう終わったーって思うかもしれないんですけど、そうなんですけど、ランキング、そのいろいろなねランキングの報酬がありますので、それのもらった報酬を忘れずに受け取ってリクエストしてくださったら嬉しいなって思います。そうですね、12時でも11時59分までって思ってたら、11時59分になったらぴったり終わっちゃったり、なんかいろいろねあると思うので、あれみたいな、あリクエストできなかったとかなるかもしれないかもしれないので、皆さん早めにやっといた方が、こまめにね、もうたまたらすぐポチポチってやった方が良いと思います。はい、ということで皆さん今日はお付き合いありがとうございました。じゃあ撮影頑張ってきます。うわー緊張する。明日の配信は、そうだね、明日はそうだね、そっか第4ラウンドもあるのか、あはい、第4ラウンド忘れた、待って、私の報酬もある、みんなのランキング報酬だけじゃなくって、第4ラウンドが明日の多分って待って、頭混乱してきた、4時あれないっけ、あるよねラウンド、それの報酬もあった気がする、待って頭混乱してきた何が何時までか分かんなくなってきた、最終ラウンド、あですよね、あとはトータル、あっ炎が湧きました、トータルだけだっけ、ちょっと待って待って頭混乱してきた、嘘ですよね、明日の4時59分に第4ラウンドと結果発表は同じタイミング、あなるです、私の勘違いでした、私の勘違いは4時59分に終わって、第4ラウンドが終わって、それの報酬もそのね、なんか10万ポイントとか20万ポイントとかが入ってまた結果発表だと思った、それは違うんだ、それは第3ラウンドまでなんだ、じゃあ私の勘違い、すいません皆さんを焦らせました、これは本当に申し訳ないところであります。あ合わせてなんだ、二度手前、二度手前じゃないとさ、そのあれがあるかもしれないじゃん、その第4ラウンドの報酬も含めてまた最後発表するとかかなって思ったけど、それはじゃあ第3のラウンドもらえたのめっちゃ、第4ラウンドの報酬もでかい、そうね
第三もすごく大きかった、皆さんに感謝。なるほど、混乱させました、すいません。今のは記憶から消してください。じゃあどっちもね、3月16日5時まで、そうですね、ん ?5 時まで、ん、どっちも5時まで、いや違う、カミレアタイムがん、どっちも5時まで、え、どっちも5時まで、え、え、カミレアタイムが、3時59分4時約4時までで、受付が11時だから約12時までじゃないの、あ、発表が5時、あ、そういうことか、あーです、あ、発表が5時ってことね、結果発表がね、なるほどね。ねえ頭混乱ね、59分ってさすごく混乱する、59分って何、ちょっと何時ってなっちゃうただバカなだけなんですけど、なんか3時59分11時59分16時59分頭混乱してしまう。なるほど、はあ、緊張する。とりあえずお風呂に入ってくるね私は59分って混乱するよね。いや、あの59分に設定してるあのアイヤさんが悪いわけじゃなくて、59分っていう数字にあの怒っている私はっていう気持ち、その数字何っていう感じですねああ、じゃあ寝た方がいいですね、お風呂で寝ないようにねって、優しい、ありがとう、早く寝なよって、寝ます、みんなもあの無理はしないようにお願いします、倒れないでね1分で集計するんだね、確かに、え、コンピューターってことですよね、今の時代ってすごいな本当に。59分59秒まで、やだその数字混乱してしまうじゃあ皆さん今日は今日の配信はおしまいで、明日はそうです、何時ぐらいが見やすいのかな、もうあれですよね、もうカミラタイム終わってるから、そのカミラタイムの前とか別にしなくていいから、そうですね、まあ帰ってきてすぐ、帰ってきて、まあ帰ってくるの早かったあれなんですけど、まあ6時ぐらい、6時だとみんな帰ってきてない、平日だから、8時とか7時とかにしようかな、それぐらいだと帰ってくるかな、にします。じゃあそれでは皆さん今日も見てくださって、そしてあのポチポチしてくださった方も、配信ね普通に見に来てくださった方もありがとうございます。それではおやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。